78.0. FM Naha. Your radio station.毎週金曜日朝9時よりお送りさせていただいております新番組那覇ラジオフライデー、略して那覇ラジ、第2回が始まりました。ーパーソナリティのかかずゆりと、はい、同じくパーソナリティのれいなです。よろしくお願いします。よろしく
う1週間が経って早いですね。あっという間に2回がやってきましたね。はい、じゃあ那覇ラジオフライデーについて、ご説明します。ちょっとカミカミなんですけど、すいません朝から。いえいえいえ、はい、お願いします。はい、那覇ラジオフライデー略して那覇ラジは、沖縄の中心地那覇から日本全国に向けてポップなトピックスをお届けする番組です。トピックスのテーマは、流行の音楽はもちろん、食、その他文化や流行りのニュースなどをピックアップして掘り下げていきたいと思います。はい、ということでね、また時にはゲストをお迎えしながら、私かかずゆりとねなちゃんでね、はい、お届けさせていただきたいと思いますので、那覇ラジぜひ今後ともチェックしてください、はい、ということで本日オープニングで聴いていただきました楽曲は、私かかずゆりの Everything Be OK という曲を聴いていただきました。はい、まあ、先週に引き続きこの曲を、うん、そうですね、はい、皆さんに届けていきましたけども、朝からゆりさんの声聞いてやったって感じですね。本当、よっしゃ今日も頑張ろうみたいな。嬉しいね。でも本当にさ、私も自分の曲なんだけど、曲、自分のこの曲聞くとイエーイってなるんだよね。よっしゃ頑張ろうみたいな。そう、めっちゃ元気になれるね。はい、はい、ありがとうございますということで、来週再来週とこの曲続けていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは本日の那覇ラジいきましょうか。はい、お楽しみください。また会えるよねって言っていた。君が不敵に笑う。さあわからないけど、このまま歩いていけば地球は丸いからまた会えるよ。突然の雨は僕らを濡らしてしまった。そんなちょっとしたアクシデントも今は楽しめる。改めて思ったよ、一生懸命なことはいつでもキラキラ輝いていて、出会えて嬉しいよ。夢は逃げないのに、いつも逃げ出したのは僕の方だろう。心の在り方で人生を切り開いていく。無理と決めつけてた僕だった、景色は見れなかった気がする。 Oh, 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 oh. 僕の心も豊かに。心も豊かになる。一人で行くつもりだったから、君と出会えたことは嬉しい。
ジ、本日のトークテーマはスイーツです。スイーツ、夏も本番、ますます暑くなってきたのでアイスとか、まあ、食べたくなるよね。めっちゃ食べたくなりますね。そう、れんちゃんスイーツは好きなの？もうすっごい好きです。好きそうよね。私チーズケーキが大好きで、あのワンホール一人で食べちゃいます。気づいたら一人で食べてたりすることが多くて、やばい、もうこのなんだろう、体重とか気にせずに食べちゃう時があるんですけど、それぐらい好きですね。すごいね。チーズケーキってなんかほらいろいろあると思うんだけど、どこのチーズケーキが好きとかあるの？沖縄の有名なチーズケーキといえば、ジミーさんですね。あーわかる、ジミーのチーズケーキ美味しいよね。結構大きいじゃないですかあれ、で一応切るんですよ、あの8等分ぐらい切るんですけど、で、あじゃあ2個ぐらい食べようかなと思ってペロって食べてたら、あれ家族の分ないみたいな感じになっちゃうので。でもね、その気持ちわかるね。わかりますか？私もすごいスイーツ大好きで、それこそ本当にワンホール買ってきても、半分ぐらい食べてと思ってダメだこれは残してあげなきゃって思って一応セーブする半分まで、でも割と半分までやっぱり食べちゃったりするね。あ、そうなんですね。私ゆりさん結構なんか作ってるイメージがあります。なんかゆりさんのイメージが、お菓子をめっちゃ作って、こう家族にあげてるみたいな。めっちゃ女子力高い私のイメージそうね。でもまあもちろんバレンタインデーとか、そういう何かイベントの時は毎年作るようにはしてるんだけど、そうだね。でもそれこそ私子供いるんだけど、まあ子供にとか時間がある時はバナナケーキ作ったりとか、やばい、美味しそう。そうそう、なんか簡単なのよ。あ、そうなんですか？ホットケーキのミックスあるじゃん、粉、あれでこうバナナケーキとか作れるの。へえ。そう、あれとバナナを入れて混ぜてみたいな。あ、そうなんですね。そうそうそう、もう時短でやってるのは、そうね、あるけど、そんな凝ったやつではないんだけど。いや、もうイメージ通りでした。あ、本当によかった、イメージ崩さなくてよかったです。はい、はい、ということでね、あのスイーツ好きの皆さんに嬉しいお知らせがあるんですよ。え、何ですか何ですか？あのね、タイ発祥の人気スイーツ、ロールアイス専門店マンハッタンロールアイスクリームの新店舗が2018年7月下旬沖縄国際通りにオープンしたそうです。もうオープンしたのよ。しちゃってますね。そうなの。あ、そうなんですか？そう。ロールアイスって知ってる？わかんない。ロール？そう。ロールアイス。どんなアイスなんだろう？そう、このロールアイスっていうのは、マイナス20度以下のコールドプレートの上に、液状のアイスベースを乗せ、固まったものを薄く伸ばして丸めたアイスのことなんだって。で、こちらのマンハッタンロールアイスでは、こうオリジナルのアイスベースに様々なフルーツやチョコなどを追加した多彩なメニューを展開しているんだって。あ、フルーツとかもいろいろ載ってるんですね。そう。で、沖縄国際通り店ではこうミルクベースに沖縄県産の雪塩とか、ベニーモタルトをトッピングした限定アイスを提供しているそうですよ。美味しいじゃないですか。もうこの聞いてるだけでもね、お腹すきますね。そうなの。まあこのお店がね、このお店っていうか、このロールアイスっていうのが、その東京とか、それこそそういったところで、その女子高生にもすごい流行っているんだって。そうなんですね。それが沖縄に上陸したという。そう、私だから映像見たんだけど、あのいわゆるインスタ映えだよね。あ、もうあの味はもちろんだと思うんだけど、本当に見た目がすごくおしゃれで、なんか可愛いなんか感じがしましたね。私も見たんですけど、ロールアイスってこのなんだ、本当に巻かれていましたよね。巻かれていたよね。私あれクレープなのかなと思ってたんだけど、あ、これがロールアイスって言うんだねと思って。これってどこにあるんですかね。沖縄の国際通り。あ、国際通り、そうに、あのオープンしたっていうことでさ。そうなのよ。これもう、これ放送あったら行こうそうだよ。そう、この、あの本当にさ、国際通りってやっぱみんな知ってる場所じゃん。まあ、そこの、国際通りにあるドン・キホーテ。あ、ドン・キホーテ。そう、そこのさ、1階にあるんだよ。だからこう地元の人はもちろんだけど、まあ観光で来てる方にもさ、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思うよね。あ、もうすぐ行けますね。どんな感じ
感じなんだろう。本当食べてみたいね。なんか味が気になる。気になるよね。すごい。しかもこの県産の雪塩とかさ、紅芋タルトをトッピングしてくれるっていうのは、もうこれ本当沖縄限定ですよね。だからぜひ行ってみたいなというふうに思いますね。そうね、まあアイス夏は食べたいけど、こうアイスのなんか思い出とかある？アイスですか。やっぱり沖縄の有名なアイスといえば、うん、まあ、ブルーシールとかもありますよね。そう、まあ沖縄の人たちはね、もう小さい頃からブルーシールをね食べてるからね。食べてますし、私は店内が好きなんですよ。うんうんうん、なんかちょっとレトロな、うんうん、ちょっとこうアメリカンな、アメリカンな感じがするので、うん、なんか食べないでも居座ってます、うん、それはあかんやつよ、ね、バレちゃうもうラジオで言っちゃってるから。あ、やばい、どうしよう。まあでもほら、これちっちゃい頃の話よね。そうです、そうです。大人になってからね、もう私たちちゃんとほら仕事してるからさ、ね、ご褒美としてね、そうそうそう、ブルーシールのアイスクリームも食べたいなと思うけど、はい、私もね、ブルーシールですごい好きなメニューがあって、はい、あのスイスチョコっていう、あのメニューがあったの。はい、でもさ、はい、それが今もうないの。ないんですか。たまに期間限定であるんだけど、はい、もうね、あれをもうなんだろう、レギュラー化してほしい。もう一度。どんな味なんですか。あのちっちゃいプチプチとしたチョコがあって、はいはい、まあ、基本バニラの中に、はい、そのちっちゃいプチプチとしたチョコが入ってるみたいな、チョコチップみたいな、感じ。そう、なんだけど、あの味が忘れられなくて。そうなんですね。そうなの、あるよね。でもアイスもこう考えるとさ、うん、本当になんかバリエーション増えたよね。増えましたよね、うん、なんかあのあとなんだっけ、サーティワンのアイスクリームも、うん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 、あの 見てるだけでもうお腹いっぱいになります。すごいね。かわいいしポップな感じだよね。サーティワンも美味しいよね、うん、あとアイスケーキとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、あるね。そう、なんかちっちゃい子も喜ぶ感じがいっぱいあるので。そうだね。それこそもう最近はコンビニとかでもすごいね、うん、美味しいアイスクリームも手に入る時代だからね。うわー、もうアイスクリーム食べたくなっちゃってどうしよう。どうしよう。この後食べに行ってきていいよ。いいですか。ちょっといいですか、そこまで。でもさ、そういうの食べてさ、またほら、はい、インスタとかでさ、そう、あげようよ。あげますか。うん、いいじゃん。うちら二人で行ってさ、はい、写真にあげて、いい、でこのラジオ聞いてくれた人たちもみんなにね、うん、はいはい、あの発信して、そうですね、うん、ぜひ食べに行ってって言って、ハッシュタグでなはらじって書いて、そう、それこそロールアイスをさ、ね、私たちがこう、うん、なるべく早めに食べて食べて、そう、発信するみたいな。そうそうそう、あ、いいですね。そう、あ、やりたいやりたい。食レポだよ、食レポ。あの私初なんですけど、うん、食レポしていかなきゃ、はい、ね、いい、それいいですね。いい、揚げ揚げ飯はさ、ちょっとやっぱデザートとかスイーツはないんだよ、はい、あ、そう、そう、飯だからね。そうですね、確かに。そう、なんかそういったのは個人的にやっていきたいから、このなはらじでさ、はい、どん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 このスイーツ特集とかさ、はい、やっていきたいね。ぜひぜひ、ぜひぜひ、あのカメラでこうなんか持ち上げて、うん、カシャってやって、ちょっと可愛くやって、うん、インスタ映えみたいなの、そうだよね、やっていきましょうよ、はい、うん、皆さんもぜひ、あのどこでしたっけ、マンハッタンロールアイス、そう、マンハッタンロールアイスクリームだね、はい、うん、ぜひ国際通り、はい、もうねオープンしていますよ。国際通りのドンキホーテ1階にオープンしておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんも足を運んでいただきたいなっていうふうに思います。はい、はい、ということで、はい、もう時間ですって。早いですね。あ、もうすぐアイス買いに行けるやん、ね、30分はやっぱり早いけどね。早かったな。いやいや、まあ、なんかこのスイーツに関してはまだまだお話ができそうな感じだから、はい、ね、そうですね。これもだ、来週も今週に続いて、あ、スイーツに関するトピックスやっちゃう。あ、やっちゃいます。やっちゃう、いいんじゃない。しゃー、いいかも。やっていきましょうよ。はい、はい、またたくさんの方にね、はい、お目にかかれることを楽しみにしております。はい、はい、感想やリクエストもお待ちしております。宛先は info@naharaji.com info@naharadi.com より、メールもしくはツイッターでハッシュタグをつけて、ひらがなでなはらじにてお待ちしておりますので、ぜひお送りください。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、あのロレツが
まあちょっといいんだよ、まだ2回目だから3回目は噛まないで頑張ろう頑張りますということで本日は那覇ラジオフライデー、略して那覇ラジ、お聞きいただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの加賀ゆりとレイナがお送りさせていただきました。那覇ラジエンディングはこの曲でお別れしたいと思います。聞いてください、デフテックでパシフィックアイランドミュージック。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。